クラウドさん、ようこそ。協力は惜しみません。クラウドさん、僕のこと忘れないでください。行こう。うん。なんだここ。北条の施設。神羅の闇ぶっ壊してやりてえが時間がねえ。さっさと屋上へ行こうぜ。なんだありゃ。ジェノバ。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。やはり仮説は正しかった。今度は期待を裏切らないでくれよ。急がないと。実験用ボット、
足場にしてやる。手を貸そう。頼む。集中して蹴り出す。えっ、ここまで。ちょ、来い。終わりだ。無事か？ああ、ティファたちは近くにはいないようだ。探すぞ。どうした？あれを使えば向こう側へ行ける。うん、私なら飛べそうだ。頼めるか？ああ。これでいいかな？気持ち悪いもんばっか作りやがって。狙うぜ。けっ、近寄んじゃねえ。苦戦だな。あっ、遊んでやってんだろ。ゲットだ。はい、そこだ！
吐き回すとか。集中して。でも来い。刻む。
丈夫か？ああ、問題ない。なら、いいけどよ。出口か。これからどうする？まずティファとエアリスを見つける。それから屋上だ。どっかにエレベーターがあるんだろう。邪魔は入ったがやることは変わらねえ。さあ、行くぞ。扉がロックされたようだ。引き返すのは無理だな。私の出番だな。制御盤がない。こちらからは進めそうにないな。そっちは無事か？この通り。でも、どうしよう。この部屋出られないみたい。あー、聞こえるかね？北条。どうだね。私の実験所はドーラム。すなわち、世界の最先端の居心地は。光栄に思いたまえ。私の大いなる仮説の検証に君たちも貢献させてやろう。は？準備が整い次第第三研究室の扉を開ける。あ、いや、そこにいるならちょうどいい。準備の方も手伝ってもらおうか。有益なデータを期待しているよ。準備だ？あの野郎、何を勝手に。無視して先に進めない？やつのことだ。都合のいいデータが取れるので、ここから出す気はないだろうな。研究室って言ってたよね。さっき上で扉を見た気がする。行ってみる。手助けできないぞ。気をつけてな。うん、分かってる。俺たちはここで待ってる。了解。クラウド、大丈夫かな？様子ずっと変だったよね。うん、でも心配ないよ。それよりティファは？え？
平気だよ。第三研究室ってここかな。扉開きそうにないね。どうにかできないかな。調べてみよう。だね。クラウドに報告しよう。クラウド、聞こえる？第三研究室の扉はあったけど、まだ開かないみたい。そうか。あのね、北条が言った準備、あれを操作するんだと思う。中央端末か。なるほどな。さっき制御盤使ったの。足場ないかな。わかった。俺たちは中央端末を目指す。連絡するまでそこにいてくれ。何の研究だよ、ダケオ。空から来た最悪、ジェノバ。北条の半生はジェノバに捧げられている。電気なんか聞きたくねえ。この施設で行われているのは、ジェノバ由来の生態情報を生物や機械に埋め込んで強化を試みる研究だ。北条は実験体の仕上げを我々にやらせる気のようだ。あの野郎、どこまでふざけてやがる。すでに実験体の運命は決まっている。楽にしてやろう。まず中央へつながる通報する。来た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 。そっちは任せろ。おう、任しとけ。刻む。
だろう。引き受けた。連携しよう。頼られちゃな。気合い入れてけ。倒れるわけが。おう、任しとけ。まだか。今だ。期待してるぜ。気負いすぎると。おう、引っ込んどけ。下がっている。受けて立つ。出ろ。出ろ。出ろ。やめろ。どうってことだ。サンプルテストを開始します。二人に声をかけてね。十分に注意して進めとな。ティファ、聞こえるか。中央端末を操作した。扉は開いたはずだ。研究室には多分北条のモンターが。ありがとう、行ってくるね。この部屋なんだか悲しい。
減なし？やっ、ダメだ。当てる。勝負はこれから。やっ、諦めないから。ケチ頼りにしてる。私の出番。当たる。ここからだよ。気合い気合い。
から行こう。
やるしかないね。ここが出口？北条博士、嫌い。
この調子。二人ともそこにいてくれ。何かあったら連絡する。気をつけてね。北条の実験体か。倒せない相手。接触後も
特に変化はなしか。おい、待ちやがれ。行くしかないようだ。悪いがよ。これでも食らえ。無駄なこと。テストを開始します。正義班は退避してください。テストを開始します。何がどうなってある？来た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 ！
痛む。行くぞ。そっちは任せろ。おう、任せとけ。こいつ、連邪魔飛び出ろ。気合い入れとけ。この俺の見せ場だ。今の北条は？すまない、逃げられた。脱出に専念しよう。もうなんだ
正面なこって。この辺りにもエレベーターはないようだな。ティファたちに報告しておこう。研究室か。扉を開けるには中央の端末まで戻る必要がある。通ってきた扉はもう閉まってんだ。どうする。道がつながっていればいいが。通信機じゃねえか。ティファーたちに中央端末まで行けねえか聞いてみようぜ。おい、大丈夫か。
ティファ、聞いてるか。どうしたの？レッドが下に落ちた。そっちから回り込む。大変、急ごう。
大丈夫？助かった。やったな。クラウドたちの状況は？第四研究室の扉を見つけたところだ。開けるには中央端末まで戻る必要があるが、あの場所からは行けなかった。こっち繋がってるかも。うん、調べよう。動いてない？まだ逃がす気はないということか。ほんと嫌な感じ。残るは第四研究室のみ。あとはクラウドたちに託そう。輸液確認。該当エリアのサンプルテストを開始します。大丈夫だよね？うん、クラウドに報告しよう。うん、そうか。でも今は使えないの。多分宝女奴の思惑通りこっちで操作したから。分かった、そこで待機。じゃあ研究室の扉まで戻るか。行くぞ。
ウェッジのやつ、すっかり待たせちまったぜ。ああ。お前、懐かれてたな。かもな。あいつ、結構人見知りだぜ。ああ、同類だ。いざって時は頼りになる。ああ、同類だ。調子に乗る。我にぶっ放す。仕切り直す。フォローは任せて。そこ
順当に行こう。やっ、来い。そうでなくてはな。データは一通り揃った。検証を次のステージへ移すとしよう。やった、動くみたい。これも罠？エレベーターは安全。そっか、そうだね。こっちから鍵がかかってるんだ。開けてあげよっか。さっさと抜け出して屋上へ行こうぜ。向こうにエレベーターがある。ん？動くかどうかは北条次第だが。よかった、エレベーター動きそうだね。北条め、気が済んだようだ。ははは、サービスした甲斐があったぜ。
おい、この上ってよ。社長室、その先が屋上だ。うわ、待って、この先行ったらもう戻れない。大丈夫だよね。あ、さっきのエレベーターを使えば、中気がかりがあるなら今のうちにな。問題ない、行こう。助けてくれ。おい、誰かいないか。助けてくれ。これは愉快な状況だ。頼む、限界だ。謝礼ならいくらでも。金じゃねえんだよな。助けてくれ。助けてくれ。望みを叶えてやろう。俺の望みはささやかねえよ。お前が死ねば9割方実現したも同然。残りの1割の話をしないか。大したもんだぜ。この状況で交渉するつもりか。バレット、やめて。ミッドガル中に放送するんだ。まずあんた自身の口から7番街の真相を伝えてもらおう。それから俺たちの名誉の回復。
アバランチは誰の手先でもねえ。星のため、市民のために命を懸けて神羅と戦う、それがアバランチ。その俺たちに神羅は屈したと宣言するんだ。なるほど、名誉の回復か。ふん、それは重要だな。マコールの停止や星の未来より重要というわけだ。ああ、天武、甘いのだよ君ら。真相、名誉、自由、勝利、なんと利己的なことか。しかもだ、神羅なき後の未来像、魔行なき世のビジョン、何もないのだろう。いつ来るかもしれぬ破滅が回避されたと叫べば、市民たちは惨めな生活を耐え忍ぶと思うのか。正義の執行者気取りはさぞ楽しかろうが、潮時だ。今一度正義とは何かをよく考えたまえ。持ち時間はほとんどないがね。一つ教えてくれ、てめえの正義は何だ。バカめ、すぐにゴミになる包紙などいらんのだ。重要なのは決断と実行。好機はまずつかめ、邪魔者は即座に排除、やれることは躊躇なく。うわあ、てめえ！
る。それ決めてやる。私も手伝う。埋め切るよ。一気に叩き込む。フォローを狙う。
ていけ。はいはい、よしやった。すべてをかける。行くよ。来ないで。さあ出番だよ。いいとこ見せなきゃ。飛んでけ。
消えろ。消えたよ。
せてやる。果てまで食らいつけ。
第三飛行隊、これよりメンバーの救出へ向かう。ありがとう。大丈夫なのか。うん。で、やつは。逃げられた。俺たちもとっとと逃げようぜ。
残念だ。危ないショット。ルーファウス死んだ。プレジデントの息子だ。ああ。引くぞ。ああ、バーがいい。シンナをぶっ潰すチャンスだろうが。エアリスを家に返す。俺が時間を稼ぐ。だったら俺も残るぜ。行ってくれバレット、頼む。ちっ、分かったよ。お前もすぐに来い。ソルジャーらしいな。となれば私は雇い主だ。元ソルジャーだ。世話になったな。一人も逃がすな。二人きりだな。細かいことは気にするな。すぐに終わらせる。釣れないな。
サム。十分受けてください。犬は何だいか。さっきの勝負の声に覚悟はいい。見極め行くぞ。戻れ。今度こそ二人きりだな。忘れられない夜にしてやる。ようやく本気か。光栄に思うんだな。
邪魔だ。潰すチャンスらしい。勘違いするなよ。シンラは生まれ変わる。私の手で。あいつらは大丈夫なのか。そんな簡単にくたばる奴らじゃねえ。だからなんだ。クラウド、くそ、おい、助けに行かねえと。おい、なんだ。生きてるか。なんとかね。
やるしかねえ。
呪法発射リミッター解除。遠慮はいらねえ。カラフクくらえ。エネルギー溜めてるの？ぶっ放してやる。Hey!
ためな。そこだ、この野郎。まだまだ。
反撃だ。逃がさねえぞ。
あとはあいつらと合流して。完了しました。よし、よくやった。まあ俺にかかればこんなものだな。しかし、なんだ貴様らは。どういう組み合わせだ。アバランチ、スラムの花売り、実験サンプル。他の奴らはどうした。さあな。まあいい、どうせ袋のネズミだ。古代史の女は捕らえる。あとは殺しても構わん。エアリス、あんたはマリンを守ってくれた。今度は俺があんたを守る番だ。待って。何？
るな、捕まえろ。行くぞ。乗ってくよ、船。